け練習買い物中でも道行く人が笑いはしなんで悲しい時はいつでも私の胸に飛び込んでほらねみんな思いっきりお笑い出した大きな夢明日のため頑張って追いかけてちっぽけでも失敗でも泣かないで乗り越えて陽気な一日を過ごしましょうあたしんち。あ、俺一人の。その肉はダメ。深夜食堂。材料は冷蔵庫にあるものなら何でもオッケーさ。でも滅多なものに手をつけると母から大目玉を食らう。ゆず深夜の男飯。まあ大概コンソメスープに卵を落として冷やご飯を入れて立ったまま食う。それがいつもの食べ方だ。うん。今夜はもらいもののトウモロコシがたくさんある。なるべく親に怒られない食材を使うのが俺のやり方さ。マスター、トウモロコシでなんかできる？やってるとこ。トースターに入れ。待つこと5分。オリーブオイルと塩を少々かけて軽く混ぜる。スプーンでどうぞ。ああ。マスター、初めて作ったの？私んち。食材が何もない夜もある。ご飯もなしか。なんだ、ご飯ないのか。締めにお茶漬け食べたかったのに。できるよ、お茶漬け。え？でもご飯ないんでしょ？あられのお茶漬けってのはどうだ。昆布茶も入れてっと。ああ。ああどうも。いや、俺は満足さ。人には勧めないがね。あたしんち、がっつり食べたい夜もある。またしてもご飯はなし。お、食パン。他に使えるものは。俺今日イタリアンが食いたい気分なんだよね。できる？イタリア料理。ここは居酒屋だよ。じゃあピザでいいよ。ピザ、ピザ作ってくれよ。あ、おい、なんとか言えよ。あ、無茶言うな。兄貴、できないですよね、ピザとか。すいません。できるよ。あ、食パンに納豆を塗る。角切りトマトとトマトケチャップ、さらにとろけるチーズをのせる。
それをトースターで約5分。さて、思いつきで作ってはみたが、納豆とトマトケチャップ果たして合うのか。さらにチーズとケチャップ、チーズと納豆は実験済みだが、三者の合体は全くの未知数。いいのか、そんなの客に出しちゃって。あ、そして仕上げの鰹節。大丈夫か俺、大丈夫なのかこの店。あん、一応うまい。でもこれピザかな。立派なピザじゃねえか。え？ガキの頃、俺んちは貧乏で、ピザなんて一度も食ったことはなかった。食ったことないんだ。ピザも食べられないなんてかわいそう。バカにされたのが悔しくてな。気がついたら金持ちの子だったそいつに手を挙げちまってた。ん？母ちゃん、俺。お袋は優しく笑って、なんだピザぐらいいつでも作ってあげるよ。そう言ってお袋が作ってくれたピザがこれと同じ食パンに納豆とケチャップとチーズを乗せたなんちゃってピザだったのさ。母ちゃんうまいよ。本物のピザに似てるかどうかはわからねえ。でも俺にとっちゃこのピザがどんなイタリア料理よりうまい最高のピザなんだ。こんなピザをまた食えるなんてな。マスター、俺もまだ頑張れる気がするよ。俺って盛り場の裏通りで人情シェフになれるかも。お、でもこれ本当にうまいのかな。私んち。昔のメロディー口ずさみ、ロックバーベイビー、ロックバーベイビー、素敵なドレス